はい、皆さんこんばんは。小柳あつむさんです。今日はリュックサックの荷物の中身を紹介してくれるということで、よろしくお願いします。シミュレックスの、リュックサックだったレッドハウス、はい、ギターが完璧に一番いいと思います。キサンダのもうちょっと21番コードの21番アニー・フィッチャー天才女流の20番田園ですね。ピアニスト、伝説のピアニストでした田中記憶から、光栄、はい、ブルノ・ワルター、はい、でももう続いてですね。あとはファジルサイ、ジャンプの一つです、はい。で、本ですが、本とかね、あれなんですけど、よし、ごめんちゃうよ、ちゃうね。レッド・ツェペリン、うん、はい、今頑張ってコピーしてるレッド・ツェペリンの譜面です。はい、これは自分の本当はライフワークである、はい、いろんなことをコピーしてある感じです。これは T シャツです。おしゃれだと思います。おしゃれですね。これセクシーですね。はい。T シャツ大好きなんですよね。はい。うん、これが今日のために買ってきたんだけど、読んだやつ、グスタフ・マーラー辞典。はい、昔、日時代のね、大変に買ったもの。これ、友達がいいっていう、プロセスだったね、気にする。なぜ私は逆にしようか。はい。おさらいことに。はい。いい本です。これは完璧にやな。これも、名刺の本。かわいい。もういろんな詩に、いろんな絵がついてるから、本当、クラブですよ。はい。だから、チーはい。ワイフが買ってきました。1500円です。本当、ありがたい。これは、ドスフェスキーをまた読もうと思って、はい、こうやって、ブコブで1500円。クソやしですね。これには、自分のね、ライフワークです。はい。これが、もうちょっと、キャラメル。これ、本当、いい本です。私はこの本で学びます。聖書です。はい。いや今ね、一番長い人がある、僕に行くやつ聖書です。はい。これは昔から書いた詩ですね。はい。ね、私、一番最初だったね。あ、もうスタート選手ですね。はい。詩でいく、またあって。これが、ロマン派ですね。はい。ロマン派。ロマン派全集。この3つを必ず持ってます。これは、三島由紀夫のね、はい。ついて、今んとこ、7ページかな。7ページか、9ページですね。9ページ書いてある。はい、でこれが、見つかないですか？そうですね。あと3、4分ですね。これが、ワイフカムが、はい。いただいた、財布ですね。財布ですね。ハンコ。はい。小柳。もしかしたら、ね、はい。で、これはね、マンマー雑貨っていうところの、はい、ビルマですよね、マンマーっていう。その、キモキモ城と先行ってくれた。これは、ニョイって言って、はい、
いや、ね、本当にいいのよ。こう、入ってた俺たちの声です。はい、ね。あの、こう、ちょっと幻惑されるような感じです。はい。うん、いい、本当にいい声です。はい。これは必ず、絶対どんな日、雨の日にも負けない。はい。何の日にも負けない日でも持ってる。と思います。大切なもの。電池と、はい、なんか歯磨きがある。はい。歯磨きがねえな。ねえな、ねえなのって言われて。最後にしようかなんですね。あの、さっきのない友人が、あのね、こんな、2900円もして、はい。3000円。じゃあ、税だったら3000円いくらですね。ショパンの、あの、エチュードです。エチュード電子です。はい、オーパス10から、オーパス12から、10から12、12から12って、全部入っております。はい。嬉しいですね。で、最後ですね。こんなもんかな？こんなもんですよね。ね、でタブレット、はい、昔の自分はちょっと時間ありました。若い頃の自分の顔です。こんな顔をしました。なとんがった、はい、生意気なようですね。じゃあもうそろそろ。もうそろそろ。うん。じこれと、これですね。希望に満ちてるところがいいな。すごい、とんがってますね。悪いでした。はい。うん。うん、このまま。じゃあ、以上で。いいです。ね、あの最近買った、これはもう一生もんです。はい、あの木枯らしの柔道を一番頑張りたいと思ってます。はい、あと25番のね12曲目、はい、うん、あのホロビッチがもう鬼のように弾いてる。はい、はい、じゃあどうも。じゃあありがとうございました。じゃあさようなら。あ、よかったらね、もう毎月やあのチャンネル登録やら、あのこんなのつまんつまんつまんないですけど、チャンネル登録やら、うん、グッドボタンやらお願いします。お願いします。はい、失礼します。